日本サッカー協会 JFA は1日カタールワールドカップ W パイに臨む日本代表の招集メンバーを発表した。20日に開幕する W 杯に向け、森保はじめ監督が26人の最終メンバーを発表。シャルケに所属する主将のディフェンダー吉田麻也やフランクフルトで躍動するミッドフィルダー鎌田大地、アーセナルで主力として活躍するディフェンダー冨安健洋、レアルソシエダのミッドフィルダー久保建英らが順当に名を連ねた。直近の9月の招集メンバー30名からは、原口元気や古橋亨梧、旗手怜央、町野修斗、瀬古歩夢、谷晃生らが戦外に。注目された大迫勇也もメンバー入りとはならず、現在負傷で離脱中の板倉滉と浅野拓磨が選出された。日本代表は今後17日に大会前最後となる国際親善試合でカナダと対戦。W 杯のグループステージでは初戦のドイツ戦、日本時間23日22時を皮切りにコスタリカ、同27日19時スペイン、同12月2日4時とそれぞれ対戦する。日本代表の W 杯メンバー26名は以下の通り。ゴールキーパー川島永嗣、ストラスブールフランス、権田修一、清水エスパルス、シュミットダニエル、シントトロイデン VV、ベルギーディフェンダー長友佑都、 FC 東京、山根美希、川崎フロンターレ、谷口翔吾、川崎フロンターレ、板倉滉、ボルシアメンヘングラートバッハ、ドイツ、冨安健洋、アーセナル、イングランド、坂井宏樹、浦和レッズ、中山雄太、ハダースフィールド、イングランド、吉田麻也、シャルケ、ドイツ、伊藤洋樹、シュトゥットガルト、ドイツ、ミッドフィルダー、フォワード柴崎岳、レガネス、スペイン、遠藤航、シュトゥットガルト、ドイツ、久保建英、レアルソシエダ、スペイン、鎌田大地、フランクフルト、ドイツ、南野拓実、モナコ、フランス、森田秀正、スポルティング CP、ポルトガル、伊東純也、スタッドランス、フランス、相馬勇紀、名古屋グランパス、田中みどり、フォルトゥナ・デュッセルドルフ、ドイツ、三笘薫、ブライトン、イングランド、堂安律、フライブルク・ドイツ、前田大然、セルティック、スコットランド、浅野拓磨、ボーフム、ドイツ、上田綺世、セルクル・ブルッヘ、ベルギー。